マミムメモセイカです。ゼノブレイド番外編32です。テフラ洞窟の地図が埋まってないんですよね。それでですね、今行きたいところがここなんですよ。ここピッケルポイントあるのに先がないみたいな感じで、でここの隠し倉庫から行って、でもこっから行っても道がないので、まあなんかなと思いながらここを見てみたらですね、なんと穴らしきものが、これ完全にここやろ、これは落ちる系かな、ひょっとうまく取れない、どこだここ、おっと来た、忘れ去られた洞窟だそうですが、おっとここは落ちちゃいかんな、あ待てよ、ここなんか見たことある、なんかその手前通ったことあるっていうか、ちょっと地図待ってたもんね、うん手前通ったことある、でどうやって上行くんだろうなって、なんか昔に思ってた気がするんだ、おっといらっしゃるよ、戦国のばちょっと待ってる、まだあのボスにはバレてないからさ、なんかあのもうちょっとさ、あのバットさせていただこうかみたいな感じでいいんじゃない、ダメですか、よいしょ、こうやっぱねこうテンションが上がらんとね、何事もテンションだよ、よいしょ、ターゲットを絞るわよ、で寝てもらいの、珍しく私カナさん使ってるでしょ、ほいいい感じだな、おいおいラインさん、まあ、ヘイトを取ろうとしてくれてるのは嬉しいけど、もだターゲットを絞るわよ、ターゲットを絞って、ダンダン結構、おぉカルナさん、おっしゃよーい、あっつってもボスではない、ほい遅いわ、流れに乗りましょう、今だ、これ使っていいかな、連携で一気に殲滅、つってもな、あでもまあ余裕っちゃ余裕か、カルナさんこの眠り威力かな、なんか使い勝手がなんかいまいちよくわからない時があるな、なんか他に入れられるものだったら入れたいね、ほいもっとよ、はっカルナさん使ったらこうなるんだよ、あ、気絶させればよかったんか、気絶とか転倒、こう黄色でつなげていくか無駄に黄色、あ、ダマさん持ってない、じゃあどうしようかね、スプージン、オッケー、いい動きだったぞ、またぶちかまって、ナイス、援護は任せてよね、まあ、このキュアラウンドを使ったところでこいつがデバフ攻撃をしてくるのかっていう話なんですけど、まあまあいいだろう、中心が熱く、あクールダウンとかしてるけど終わりそうだよキュアコインゲット、さてこれは何が出てくるのかな、この宝箱は、あこれね、今さ私ね毒攻撃が欲しいんだよ、アイテムボックス、毒攻撃をメイヤちゃんにつけてあげたいんだよ、待て、毒強化、そう毒強化、おおやった、ちょっと待て、これは頑張るしかないやろ、 80% ね、でもまあ5よりかはあると思うからね、なるほどここで手に入るのか、うん勉強になった、無事に全部埋まりましたね、でね今ねなんとなくこっち行ってたら、なんかねこっち私収録中行ったかなっていうこの疑問がふつふつと湧いてくるんだけど、こっち行ったっけ、こっちなん隠し倉庫って何、あーなんか行ったような気がする、で、あでこれあー強いね今度にしようかみたいなことを言ってたような気がするね、っていうわけでこれ戦いまーす、無理だけはしないで、懐かしいねこういう系苦手なんだ、いこれでどう、
象を思い出すね。なんだかんだでこいつって最初のボスじゃなかった？じゃあラインにさ、ラインに今シールドバレットしたけどどうなんやろ。なんかどっちかっていうとダンファーさんがよくやっとる。あ、待って、こういうのって亀裂の時にやったらさ、いいんだよね。この2つがこの2人だと微妙いな。ほい、春菜さん、でも全然なんか使ってないからさ、分かんないんだよね。でもこうやってさ、なんか、ま、この2人の頑張りが見れるのは楽しいね。あ、えなんか私すごい危険なことをしたような気がする。まあ2周目が来たら回復しよう。オッケー。だが油断は禁物だぞ。気を抜かずに進みましょう。よし、こいつもセーブして、もうちょっと早く来るべきでした。不動のゴンザレスさん、レベル90でした。こいつは俺に任せろ。なんという、ちょっと向こう側に来たよこの人。ちょっと奥さん、あ、どうする。でもどっちかっていうとこっち側に来た方がいいかな。どうなんやろ、わからん。まあ別に背後取らんでもいいし、行くか。ダンバーさん、こいつはなんか不思議なことしてくれるかな。威嚇なき。あのね、ちょっとね、変えてみたアーツ、どうかな。あのダンマーさんが霊強止水やったらこれやろうかなみたいな、そんなノリやね。もしかしてやっとる？やっとないよ。連携どうする？こうどういうことなの。よっしゃー、でっか。みんなやるじゃない。さてと、毒毒ダムを手に入れましたね。この上ってなんかあるんだっけ。あ、この上ってあれやん、あのなんか鬼神兵と戦ったところやん。鬼神兵っていう、あのなんかいっぱいなんか足があった人。そっかそっか、そこだよね、ここは。でだ、私この名誉なバーナビーって戦ったことあるっけ。なんか名誉なバーナビーって言いながら笑いながら言ったような気がするんだけど、覚えてないんだよね。というわけで、まあ一応戦います。今どっち兵と、こっち見ろこら。よし、オッケー。ほい、影響しすぎてまだ言ってないよね。あ、カルナさん、崩し入れた方がいいんかな。崩し入れると転倒させてくんないし、これが繋がんないよね。ダメージヒールを崩しにしようかな。悩むわ。クールダウン、ほい。頼む、やらせてくれよ。で、さっきソードバイルの上級圧力を取ったんで、これマックスですね。お、絆コインゲットした。っていうことは気を抜かずに進みましょう。戦ってないっていうことですね。つかさ、これで超でかいけどさ、これでもレベルが高いから出てこなかったのか。ちょっと試しにどんなやつが出てくるか見てみたい。うか、では先に進むか。は？待って、これ雲かと思ったらコゴールなんだ。もう一応戦うか。生まれたばっかりのコゴールさん、こんにちは。戦う前から勝負は見えてるぜ。なんか
川さんがさ、なかなか、あ、勉強しすぎた、よし、よし、よし、ちょっと、あ、間違えた急いで連打しすぎやろ。ここからの捨てたし、まあ変わんないよね、あの5ゴールド。よし、じゃあ次のユニーク行こう。ちょっと物覚えが悪すぎてさ、こいつと戦ったか覚えてないんだけどもだ。ちょっとあの無視しないで、あの無視しないでください、お願いします。ちょっとカルナさんもさ、なんかちょっと攻撃するとかしようよちょっと、あー来た、準備は良いか、準備は良いか、行くよ、ほい、気づいてー、よし来た、やっとやっと、計画たる豪華よ、よいしょ、サモン、さて、それではマインドブラスト行くか。ちょっと上級になったマインドブラストの力を見よう。ほら、え、結局レジストですか。バーティカルボルト、まあ、ダンバーさんを外してメリアちゃんにしたのは、トグ系はまあちょっと苦手かなと思って、で、ラインにはヘイトを稼いでもらおうみたいな、そんな感じです。でもリキンすりゃよかったかなと今ちょっと思っとるよ。とりあえずつけるか、スイープダメージをどうぞ、そして復活する。やっぱスリープダメージは重要だよ。ここ来たらやっぱりちょっと氷も持ってきた方が良かったんかなと思ったりもするよ。いつもは力に援助してつけてないから。おっ、来た、エレメントバースト、打ち寄り、あ、触れてくる、どうだー、レジストじゃあバーストエンド、これでどうだ、おい、おい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 、お呼びでないよ、かなりいいお呼びじゃない、よいしょ、あ、あ、死ぬ、どうする、どうする、どうする、あ、行く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 、ちょっとメリアちゃん、あれだけど、おっと、死んじゃったよ、わかってる、さすがにこれは聞き流すわけにはいかないかな。頭だ、頭を狙え、カルナ、だ、だぶね、俺なんか悪いこと言ったかメリアちゃんノリノリすぎる、頭だ、頭を狙えいいね、現在腐敗森した森の前ですね。なんと、ゴージュのディカリウス、なんというかっこいい名前でしょう。名前負けしてないところがいいよね、またかっこいいね。さあ、行きますかすごいね、レベル、ウェイ、ビンジョ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 ショビンジョショ、ほらここで、ここでまたチェイン、あ、でも大丈夫かな、やって大丈夫だよね。バーティカルボルト、どうしようかな、まあ、出血しよう、カルナ、カルナ、ほい、うん、どうしようかな、スピアブレードにしようかな、スペシャルブレイクか、ほい、で、ここで、あー、こうだな、こけろー、ほい、やったー、やったー、で、こうだな、オッケー、いいじゃないですか、打ち寄り溢れてくる、で、ここで、あら、どうした、どうした、あー、なに、え、なに、なに、そういう、あ、ん、な、なに、オートアタック系、
今怒ったのは誰？あ、オートアタックかなこれは。いやんそれ、オートアタックで転倒だなこれは。ちょっときついなこれは。どうする、カルナさんがよへこんどる。とりあえずマインドブラストでオーラ封印、オーラ封印、アーツ封印か。しかしレジストみたいな。どうするこれ。ちょっと待って、痛い、うーきつい。ちょっと待って、とりあえず転倒のいるな。メリアちゃんは転倒を回復するために移動速度アップ、リキは完璧に転倒抵抗をつけて、カランさん 50% ですね。よし、じゃあリベンジだな。よいしょ、この辺でいいかな。準備は良い子。そんな遠いところからすごいね。思いっきりバインド来とるけど。いやー私かい、ビースどうよ。テイ怒ったも、レジストアンド、ちょっと待って、私はちょっと近づきすぎたのかもしれない。ちょっとごめんね、リキ手数かけて。ポイズンワース。ちょっと、後ろ向いたの怖いよ。あ、カルナさんか。アナルールなし。とりあえずだ。おお、転んだよ。おお、すごいすごい。ナイスナイス連携だな。おい、あ、ごめん。あ、間違えた。意味わかんねえよ。間違えた間違えた。カルナさん、カルナさんごめんね。なんかせっかくさ、私移動速度アップをつけてさ、カルナさんを頑張ってなんかフォローしようみたいな感じだったのに、カルナ遠いからさ。ちょっと待って、チヌチヌ、私チヌ、ありがとう。ちょっと待って、これカルナさんにこう回復してもらうしかない。あ、ありがとう、ありがとうじゃない、全然全然普通に。あ、ナイスナイス、リキちょっと1個いる。あっと、これ当たる。私当たんない。あ、そっかそっか、リキ転倒無効だから転倒しないのか。こいつはね、この恐竜さんはね、普通のあのユニークじゃないやつと結構戦ってきたからさ、割とどんな技で何が来るか分かるよ。この捕食竜はあれなんですよ、特殊なんです。だからちょっとこのマインドブラストで間に合え。あーつふいあーつふいあーつふい、こいこい、来た来た、よし来た、かっこいい。私あるじゃん、見てください、アーツフィンですよ。いやーさ、こういう風にさ、こういう風にあっちで来るとさ、本当になんか気持ちいいよね。さてどうしようかな、こううまくさチェインで終わらないかなーみたいな。あー、カルナさんがこけたー、うっこー。あ、やった、絆コインゲット。はあ、なかなか楽しい戦いやったね。お懐かしやベルラガンさん、ちょっとまあこの人ね、この人は何がすごいかっていうと、カウンタースリーブ持ちの方なんですね。で、なんか多分あの知る人と知る絆上げの人ですね。私がここまでみんなが、仲がいいかと言いますと、ハートマーク多いかと言いますと、この方のおかげなんですね。今ここが引っ付けとかで来ましたけど、とりあえずちょっとメルラガンさん、リキいじめないでくださいよ、ちょっと。まあそんなわけなんですね。で、今リキはスリープ抵抗 58%、 ちょっとスリープ抵抗あんま持ってなくて 58% なんで、ちょっと寝たり寝なかったりですけど、あ、カルナさんは完全に寝るときは寝ますね。まあとりあえず転んだら、あれ先にスリープ抵抗入ったか、スリープ抵抗とかスリープ入ったか。行くぞ、転んだら大丈夫だ。なんなん。
転んだらちょっと一応大スリープ受けないから転ばそうと思ったけど無理でしたね。カウンタースリープだから、おお来た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 、カウンタースリープだから多分オートアタックの時には大丈夫だと思うんだよね。あ、オートアタックでスリープするのか。ふい、しっかりも、ハルナさんのさ、なんだっけ、ヘッドなんとか、お、喜べも未習得なんだ。一応なんか私さっきあのベルラガンさん中に言ってたことをなんか尻滅裂で日本語になってないんですけど、ちょっと思い出しただけでなんか、あ、おっと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 、恥ずかしいね。でね、この間ね、まかり間違ってね、えっみたいな、こうなんかなんだろうこっちと思って行ってみたら、なんかここが閉じてて開きましたね。でハイエンターの宝箱、何が入ってんだろう。アルゴスギア、武人の靴、ほうすごいもん手に入れた。これはシルク向けやろ。でもこれ武器につけるんだよね多分。武器か、見てみるか。今ダブルアタックとかつけてんだよね。あー、でもダブルアタックでね、武器専用ジェムやろ。でも 50% 上がるんか。バックスラッシュのためにつけるかっつうのもな。ヘイスト、うーん、まあとりあえずこれでいいかな。ちょっとレベルが低いですけど 88% 88% 88レベルのレベル88のこの子戦おうと思います。ダブダブな、ほい、やったわね。メンバーはこの子、シルクがバックスラッシュをするためにやってきた。さあどうしようかね。この3人だからさ、多分2周目あると思うんだよ。だからこれ取っとく。あの間に前に死んじゃったらちょっとどうしようもないけど、シルク、わかった、どすこしだよ。意味わからんし、わあら気持ち悪。さあ行きましょう。この宝箱から妖艶とシャドウアイが出るまで頑張ります。さて、お次はこの子。この子は雨っつうか雷雨の時にしか出てこない子ですね。現在の場所はと言いますと、眠れる竜の島というところですね。では戦いましょうか。始めましょう。手加減は、ちょっと待って、遠くねえか遠くねえか。このメンバーにしたの映画ほい。この遠いっていうことは全く考えとらんやったね。これはもう私の、ね、メンバーみたいな。あ、間違えた、私これやろうと思っとったのに。まあ余裕で、なに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 、今のは何やった。まあいいや、ほい、危なかったね。決めましょう。キュボ、これをやったのは映画、ちょっと2周目やったら涙目みたいな感じやな。今度は僕の番だ、僕の番だ。バックスラッシュ、バックスラッシュ、決まったね。こう収録してる時に限ってさ、何周も来ないのがいかがなものか。もうちょっと頑張ろうよ。すごいタレントゲージ。では先に進むか。この調子で行こう。タレントゲージの増え方が半端ないわ。さあこいつからは何が出るんだっけ、調べてね。さっきの子からは、ガードシフトとぐるぐるダムを取りましたね。じゃあ次は終焉のメデオウロ。なんか終焉とか言うと本当になんか終わりのような気がして寂しくなるわ。あ、間違えた、いや、ここがやるか。お兄ちゃん、すごいわよ。ああ、任せておけ。
さあどうしよう、連携するかね。なんかもうちょっと、シルクこのここのバックスラッシュ付近に来てくれればいいのに。お、来た、やった。あ、でもまだよ、入ってるかな、本当に。これ2周目来るよ、絶対次に2周目来るよ。だってさっきはずっと来てないもん。シルク、今度は僕の番だ。ほらみー、来ないよ。この調子、ゲット弱いな、本当に。強くなったよね。本当強くなりすぎて。こっちは何？ああ、ここなんか開いたんだっけ？もう忘れた。細かいことは忘れたよ。さあ、これから何が出るんだっけな。